はい今回はジャニーズは整形だらけというえー、噂の中からですね3人、えー、調べてお伝えしていきますので、えー、よかったら最後まで聞いていただければと思います、まあ、リスナー様もこの、えー、お話を聞いたことがあると思いますが、まあ、ジャニーズは整形だらけっていうまあ噂があるんですね。えーまあ、そのジャニーーズの、まあ、メンバーあー、ね、女性から あのとても支持されている、えー、方々ですが、えー、この方々は実は、えー、整,形整形だらけなんじゃないかと、整形している人が多いんじゃないかと、まあ、そういった噂があるんですね。で、えー、まあ この中からあの3人、えーまあ、してる可能性が高いだろうなと、まあ、あくまでも可能性ですが、まあ、今回、えー、調べてお伝えする3人は、まあ、ほぼしてるだろうなとであのこう、ね、他の方もいらっしゃるんですけどちょっと、まあ曖昧っていうか分かりきらないところもあるんで、まあ、今回は3人、えー、お伝えしていこうと思います3人というのは誰かっていうと伊能尾慶ですね、えー、平成ジャンプの、えー、あとですね、えー、亀梨和也 あと、王の野氏この3人について調べてみました。まず、ですねこの平成ジャンプの伊能系から考えていきます。伊能系には整形疑惑がありますが、昔とですねどこがどのように変わったのかということを考えていきます。この平成ジャンプの伊能っていうのはとても人気があって、ね女性の方からもとても支持されているんですが、同時にですね整形疑惑が持ち上がっているんですね。で昔 写真とえー、まあ、その後を比べるとですね。伊能系はあの目が変わった可能性があるんですよ <laughs> で。まあ、どのように目が変わったのかというと、えー、目の二重の幅が広がったということで、えー、まあ。あの伊能系は何かしらの形でこの目を整形した、えー、この可能性が極めて高いんじゃないかとまあ、そういったことが、えー、考えられます。 で、続いてですね、続いてこちらもよく言われているんですが、亀梨和也ですね。えー、この亀梨和也は、あのー、まあ、整形してるんじゃないかっていうことがよく言われているんですが、えー、まあ、もしも整形しているということであれば、整形前後で、えー、どこがどう変わったのかっていうことなんですが、亀梨和也に関しては整形した疑惑の箇所が2箇所、えー、あるんですね。えー、まず一つが、目です。目がですね、大きくなって、えー、変わって、これ別人なんじゃないかっていう、まあ、そういった、えー、ほどまでなんで、まず目を、えー、整形した。 可能性があります続いて、鼻もかなりこれ形が変わってるんで亀梨和也は目と鼻を成形した可能性が高いと思います。 はい、えー、ここまでね、伊能慶と亀梨和也ですが、この2人、えー、した可能性が、えー、非常に高いとで、3人目なんですが、大野氏,、ね、氏も、えー、こちら、整形の噂がですね、えーまあえー、よく言われているんですが、大野氏も昔ですね、えー、目を見ると目元が一重だったんですが、ある時から目が二重になってるんで、大野氏も、えー、目の二重手術をした可能性が高いということです、大野氏は、えー、目を整形した可能性が高いと。もう 一回最後に確認いたしますと、伊能尾なんですが、あの目を、えーまあ、あいじった可能性がある、で亀梨に関しては、えー、目と鼻をいじった可能性がある、サ野シに関しては、えー、目をいじったことがあると、うん、このね、皆さんも思うと思いますが、この伊能尾とか亀梨和也とかサ野シっていうと、もうジャニーズの中でとても人気のある、えー、有名な方じゃないですか、この方たちは、えー、整形の可能性が非常に高く、えーま、したんじゃないかと、整形したんじゃないかと、まあ、僕は思います。 このですね、まあ、ジャニーズは整形だらけっていう、まあ、こういったまあ噂がよくありまして、えー、まあこれっていうのは一体何かと、で、わかる限りなんですが、えー、今回はあの調べてお伝えしてみました。まあ、リスナー様の何かしら一つでも参考になっていただける点があれば何よりです。ということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。